開実船は、江戸の小町町人が、町の運営駅として町年寄りに納入していた金。小町とは、明暦3年の大化前後までに成立していた300兆ほどの町で、小町町人はそこに代々暮らしてきた人たちのことである。当初、町年寄り役所の町方支配事務を各庁が分担しており、各町の合業行事が交代で町年寄り役所に勤務していたという。 町町ではこれを迷惑と考え、人員を出す代わりに町年寄役所で手だよやう給料として金を納める方式へと変わっていった。その納入金の中で小町町人たちが納めた金を開実船と呼んだ。町年寄り三夜の収入のうち開実船は完成元年にはとなっている。完成三年二月、町奉行が町入用の調査をした際の投資より、 日本の歴史18爆反省の苦悶北島正本著、中高文庫105から106ページ。ABCD、江戸の町役人、吉原健一郎著、吉川博文館44から45ページ。江戸の町役人、吉原健一郎著、吉川博文館136から138ページ。江戸の町役人、吉原健一郎著、 吉川博文館137ページ。ありがとうございます。